レムチャバンコレムチャバンコの1レムチャバンコー B ターミナル C ターミナル D ターミナルがあり民間会社によって運営されているさらに補修用ドック危険物保管庫があるレムチャバンコへは1992年に大国鉄東線サッタヒープシセンシーラーチャー駅から分岐する貨物線が開通しており1996年にはバンコク郊外に ラートクラバン内陸コンテナデポ及び貨物駅が建設され、レムチャバン港との間は鉄道で接続された。さらに、輸送経路にあたる東線の一部区間の参戦化、サッタヒープ支線のレムチャバン港駅までの区間の複線化が実施されている。この区間では、大国鉄により1日あたり10往復20便程度の コンテナ貨物列車が運行されており、列車は1列車34両、総積載量 68TU。レムチャバン港との間の輸送のうち鉄道の占めるシェアは約30%。また、ラートクラバン内陸コンテナデポからは、大国鉄東線、南本線を経由して、マレー鉄道へ直通し、クアラルンプール近郊のクラン港との間を結ぶ、国際コンテナ列車も運行されている。 ab 名古屋ポートニュース2006年4月号 http コロンスラッシュスラッシュ w w w l a e m c h a b a n g p o r t c o m スラッシュ王国の鉄路大鉄道の歴史 p262p263 対5番ラートクラバン内陸コンテナデポ駅も参照王国の鉄路大鉄道の歴史 p354 レムチャバンコ公式ホームページ ありがとうございます。